皆さんこんにちは、セイキンゲームズスーパーマリオフューリューワールドへようこそ。セイキン&ポンチャです。フューリーワールドですね。失礼しました。セイキンゲームズスーパーマリオフューリーワールドへようこそ。セイキン&ポンチャです。さあ、新発売となったこちらのスーパーマリオのフューリューワールドなんですけれども、別軸としてこのスーパーマリオ 3D ワールドもやったんですが、こちらではフューリューワールド、まあ新要素の方ですね、こちらセイキン&ポンチャでプレイやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。うわ、怖い。あ、もう BGM はやっぱりもう明らかに怖い感じですもんね。これいきなりクッパ出てこないよね、まさかね。フューリーワールドってのはどういうことなんでしょうね。あ、見て右下、 あれなんかマリオが昔ながらのドット、ちょっとドット柄のね、8ビットの可愛い感じですね。これどうなるんだろうね。お、来たよ。あれ明るいよ。本当だ、爽やかな感じですよ。あれ、怪しい。うん、液体、液体がちょっと待って急いだね。強引だね、すごい急展開、急展開ですね。いきなりちょっとすごく平和なところが急展開です。ほら、もうこれだもん。で、なんか地下の世界に落ちちゃったみたいな感じか。多分そんな感じだね。なんで走ったのさっき。いや、やっぱりもう急展開ですあ、なんかこれ64みたい。あ、これはもう本当にあれだね、こう360度いけるんだ。うわー、あ、これでもクッパの足跡だね、これ。え、これそうでしょ、ほら。そんな大きかったっけ。え、そんな大きかったっけ、クッパって。比率で、なんか向こうにほら明らかになんかクッパの船みたいな、なんか大きい船がありますけど、64だね、なんか。まあ64のようなね感じですけど、やっぱこれがいいね。あ、うん、怖いよ。え、恐ろしい。え、ちょっと待って、え、いきなりこれなんか光ってるよ、みんな。え、急展開すぎない、これ。ちょっと、うえ、ちょっと待って待って、ちょっと待って、あー、やばい。え、全然違うじゃん、もう。ちょっと待って、あんな大きかったっけ。お、急に急展開だね、だいぶ。おお、やばい。え、これ序盤からこんな難しいの、いきなり。うわー、怖すぎる。え、なんかあったよ、あそこに光ってるよ。うわ、なんだあれ、ね、ちょっと待って、クッパがすごい。あー、ちょっと、あー、どうなったんだろうね、これ。ちょっと、はい。え、社員だって、猫社員、スターじゃなくて猫なのかも、テーマは。おお、光が苦手。あ、光が苦手なんだ、闇のクッパだから。今なんかダメージ食らってたね、ちょっと。これいつものクッパってことがないんだ。なんかもう闇のもっと悪いクッパなのかもしれない。超ダーククッパですね、これね。いつものクッパは、あ、悪いね あれグラフィックすごいな。平和が戻った。あー、ちょっと平和が戻ったね。でもなんか浮いてるのがあれだね、猫社員なんだね、多分。そこが違うんですね、スターじゃなくて猫社員。かなり平和な感じになってるけど、でも怪しいとこは結構いっぱいあるね。こっちは普通のさ視点だね、あのみたいな、この360度視点ですよね。うん、3D ワールドの方とはまた違う視点なんだね。後ろ行ってみて。あ、これはでも自由ですね、本当に。ヘルプ、ヘルプ。あ、ちっちゃいクッパが。クッパが黒くなったと。お父
さんなのね。これ子供だったのか、これクッパの。お父さんがおかしくなったので助けてほしいかもしれない。おかしくなったんだ、あのクッパ。そういうことだとクッパジュニアは伝えたいようだ。だからクッパそこまで超悪いやつではないんだよね、多分ちょっと嫌なやつなんだけど悪になっちゃう、完全なら悪になってしまったと。はい、なんか食べたとかかな、何かであの泥みたいなあれでね、悪になってしまったのね。マリオには本当は頼みたくないんだけど助けてほしいと。子供いたのにピーチと結婚、それでピーチと結婚したいってのはそもそもおかしいですけどね。そういうちょっと問題ありですけどね。あ、再婚ですか。なるほど、うん、あ、クッパジュニアのお助けが使えるようになります。2人プレイができるのかな。クッパジュニアだ私。あれ、あなたクッパジュニアになっちゃうのこれ。プラスメニュー、プラスメニューで、あ、どう、動けてる、動いてる。こっちか私。これはもう有無を言わさずクッパジュニアです。あ、これ面白いじゃんね。私何するの。私はでもほら強いじゃん、クッパなんだから。あ、飛べんじゃん。ちょっとずるいんだけど、ちょっと待って、え、クッパジュニアめちゃくちゃ強いじゃん、飛べんの。いや飛んでも攻撃クッ、でも筆みたいなんで攻撃ほら、え、いいじゃん、マリオ踏むしかできないんだよ、だって。あ、これはいいね、ポンちゃんがかなりちょっと重要な役割をしそうですね。上行っちゃうからですよね、うん、鳥が可愛い、猫猫猫猫島、とにかく猫がテーマのようだね。なるほど。お、あ、これはやっぱり 3D ワールドなんだ。でも見やすい、こっちの方が。これ視点変えられるから見やすいね、確かにね、うん、だからでもこっちの方がまあ新しいからね。完全新作だとやっぱりレベルが上がってる。え、クッパジュニアいいな、飛べるから簡単に登っていっちゃうんだよね。ブーンとかって。あ、これ何、猫いっぱいいるけど、これ何、敵。いや、仲間。あ、敵じゃない。え、かわいいね。え、すごい寄ってくるんだけど。猫の格好してるからかな、多分懐いてます。かわいい。え、超かわいいじゃんこれ、うん、私どこ行ったんだ、あ、いたいたいた、あ、すごいついてくるんだけど、あ、あれ、あ、猫捕まえたよ、本当だ、うわ、かわいらしいね。全然あの超ダークかと思ったらそんなこともないんだね、ずっと、うん、あれ、クッパジュニアどこ行った、いたいた、いや、あ、危ない危ない危ない、あ、やばい、あ、危ない危ない、あー、あ、落ちても大丈夫なんだこれ。どこに戻ってきたの。最初に戻ってきちゃった。最初か。まだちょっとチュートリアルな感じだね。あ、あそこにすごい光ってるのがある、うん、ほら、あの先の方、本当だ、あ、あそこまで行ってみましょう。ただここはね、難しいんだよ。クッパジュニア、お、頑張って、あ、素晴らしい、倒してる、それもしかして敵。倒してる。あ、すごい、全部倒して、ちょっと遠くまで行ってる。はいよ。あ、センキューセンキュー、これで余裕じゃん、もうこういうことね。左、え、左、コインあったよ、なんか雪降ってきたよ。あ、なんか怪しい感じになっちゃったけど、ちょっと待ってね、視点が、うん、はい、取った取った、オッケー。あれ1個取り逃してるじゃんね。え、ほら下の、あ、なんか始まっちゃった、ちょっと待って、なんか始まっちゃったよ、遅すぎて。クッパがちょっと暴れだしたか。パパで、パパです。いや確かに悪すぎる、クッパが。パパ多分あまりに悪い、強すぎるでしょこれ。え、ちょっと待って、うわ、また始まっちゃったよ。息子いますよ、こっちに。息子をちょっと、息子は困ってますんで、ちょっとパパ暴走すんのやめてほしいな、ちょっと。いや大暴走だな。こっちか、よし、オッケー、それを取って、オッケー、これでとりあえず、あ、これを取ることで抑えられるんだ、あれだ、灯台を明るくして、で、パパを抑えることができると。今時間遅くなる、あ、見て、
HP 出てない。 HP がちょっと減ってってるね、うん、とにかく光で。でも遅くなると出てきちゃうんだ。そうかもしれないね。暴れ出しちゃうね、多分ね。あ、平和平和、平和に戻りました。なるほどね、定期的に出てきちゃうんだね、多分。うわ、これちょっと待って、行くか、じゃあ、うん、と降りてますよ、もう。早いな。おお、お、お、ギガベル。怪物が現れしとき、ギガベルも目覚めると聞いたことがあるぞ。あ、絵の具まみれなのね。で、根っこ社員を集めるとベトベトを落とせるかもと。とクッパジュニアは伝えたい。浜辺のギガベル。猫を5枚集めろっていうことな、うん、あ、まだあそこ暗いから、次はあそこだ。またクッパ出てくんじゃないのこれ。あそこにコインがあるから行くわ。うん、いや、飛べるの強いな、おい。あ、猫ドンケツをすべて落とせ。猫ドンケツをすべて落とせ。あ、やばい。あ、これをすべて落とせと。あ、いいじゃん、フラワー来たよ。ほいほいほい。あ、これで落とせばいいんだ。ほら、行け。ほらほら、よし、落としたぞ。ジュニア頼む。ガーいや、ジュニア強いな。やばい。あ、うまい。ちょっと、あとちょっと、よし。はい、いけ。さあさあさあ、いけるいける。はいはいはい。あ、いいよ。あー、うまい。オッケー、全部落とした。やった。あー、おー、早くしないとまたお父さんが出てくるので。うわー、すごい。絵の具なんだよ。絵の具でベトベトになっちゃったわけだ。そしたらおかしくなっちゃった。あ、間に合った。間に合ったよ。間に合ってれば大丈夫なんだね、うん、じゃあ次早く取ろう。したらどこだ、あと。あ、あそこにあるじゃん。あれコインだよね。あれは普通のコインか、うん、いや、飛べるのすごいんだよね、ちょっと。ふーって飛んでっからね。あ、なんかあったよ。だいぶ取ってないよね。あ、これもだ。これもコインか、うん、ほら。あ、ほんとだ、取り逃してるね。こっち行こう。ビョンビョン塔、輝け灯台の猫社員。あ、跳ねるんだね。おお、空中でヒップドロップ。おお、おお、どうしたらいいんだ。ヒップドロップ。おお、あった、あったあった。なんか、あーあー、あー、すごいすごいすごい。ちょっと待って、あ、やばい。ほい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 、よし。あ、ブーメラン。こんなのあんだ。ブーメランだ。ほい。お。ブーメランいいね。はい。よし。やってる。クッパが、クッパが強い。こっち順番に行くしかないのかな。うわ、あ、よし、はいはいはい。うわ、猫がいっぱいいる、ここにも。これで跳ねればいいの。うおー、やばいやばいやばい。ほいしょ。おお、間に合った。間に合った、間に合ったぞ。なんかコイン取れてないね。でもね、あんまりコインがちょっとあまり取れてないけど、一応この猫社員は間に合っております、うん、あ、でこれが解けるのかな。あ、はいはい、やっぱ順番があるんだね。で、あそこ、これ何これ。お、あ、灯台からちょっとしたお知らせ。何それ。
猫社員の輝きで絵の具の汚れを落とせます。猫社員は気まぐれ、見つからないときは他の島を探してみましょう。灯台のある島が怪しいのでぜひ高いところから見回してみてください。あ、だからこうやって登って、あ、下、あそこだ、行くよ、うん、いいウィーヒー、これで、あ、これで私は取れないんだよね、これ。これどうしたら取れんの、今のやつ、今のやつ、うん、あそこにでもハテナとか書いてあるんだよね、怪しいよな。このハテナ何なんだろうね。あ、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 土管出てきたよ。何それ、あんたやるね。え、ちょっと怒ってる、怒ってる、やばいやばい、怒ってきてる、まずいまずい、早く早くし、早くしないと、急がないと、雨降り出したら、あ、なんか違うとこでお金持ち、それどころじゃない、それどころじゃない、もう金稼ぎでもう、うこれだけ、これはただのお金を稼ぎなのね、コイン稼ぎ、やばい、やばい、それどこじゃないんだ、やばい、まずいまずい、怒ってきてる、怒ってきてる、今やっぱり猫の、はい、あ、あっちの塔じゃない、あっちの、あっちの塔か、あっちが怪しいな、確かに、あ、やばい、怒ってしまった、まずい、これはまずいです、これはかなり厳しいです。あー、これむず、クッパさんがお怒りです、塔に行ってください、助けてください、やばい、めちゃ怒ってるね、めちゃ怒ってるね、これ、どうやって上行くの、どうやって上行くの、どうやって上行くんだろう、これちょっと待って、怒ってるんだけど、それどころじゃないんですよ、こちらも、おお、下も怪しいな、ここ、あ、スターだ、やった、あ、ちょっと待って、逃げていっちゃった、スターが取れた、よし、オッケー、今のうち下行ってみよう、あ、違った、なんか猫さん関係ないか、フラワーフラワー、よし、ちょっと待って、怒ってる怒ってる、大変だな、島が、おい、これ、うわー、ちょっと待って、なかなかやばいね、これね、あ、ちょ、上にもあった、下、上、ほら、あ、あ、やばい、お、怒ってしまった、やばい、まずいまずい、あれ帰った、帰った、ある程度で帰ってくるんだ、うん、ほら、上、あ、上、ああ、あるね、あそこ、あれ、ここ初か、おお、猫になりました、あ、ここにあった、やった、ああ、危ない危ない、あ、そう、あ、あれであそこが明るくなるわけだ、で、次あそこか、そうだね、うん、あ、5個集めました、ベルがどうかなるってことか、これか、よし、はいはいはい、これですね、これがなかなか難しいんだよ、お、来た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 、よしよしよし、オッケー、間に合った、怒る、怒るとこだ、怒る直前です、あと1個黒いとこあったよね、まだあったっけ、うん、まだあるのか、一番いないっけ、うん、この下とかいなかった、あ、あれ怒っちゃったよ、ダメじゃん、え、なんでダメ、あ、あ、あ、どうなったんだ、あ、おお、ベルが治った、ベルが治ったぞ、これでどうなるんだ、とにかくベルのとこに行ってみようか、うん、あのベルに願いを込めて、まずい、いや、まずい、これは危険です、ベルよ、ベルよ、なんとかしてくれ、これ鳴らせばいいのか、あ、おお、ちょっと待って、すごいぞ、大きい、えこれ何、戦うの、もしかして、あ、同じ大きさで、同じ大きさで、いや、猫なんだって、だから、いや、ちょっとかっこいいんだかどうなんだか、うわ、すごいね、頑張れ、ちょっとこっちも、ちょっと待って、これで戦うの、私どうすればいいの、私はコクッパだからね、これどうすればいいの、おらー、おわー、ちょっと待って、強い強い、強い、すごいな、迫力、やばい、まずい、危ない、うん、あー、そういうこと、あ、踏めばいいのか、よし、おー、なるほどね、マリオですから、やっぱり、
あ、HP があとちょっと。だいぶ削ってます。私は何したらいいんだ。私はちっちゃいな。コクッパほんと小さいね。頑張れ。お父さんの加減して。危ない危ない。おお、すごい。コクッパも攻撃できる。え？コクッパも。おいでやばいやばい、避けて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 、危ない。でこれで相手でこれ食らって、あ、普通のマリオになってきてる。よいしょー、オッケー、やりました。これでどうなるんだ。お、終わり。まさか、あ、帰っていった。帰っていった。次のステージっぽいね。抜けたわけじゃないよ、ね、うん、入った。あ、さっきのあれプレッシーじゃなかったっけそう、沈んでいっちゃったと。あれくらいではやられないってことだね。まあとにかく元に戻すにはもっともっと猫社員を集めてギャフンと言わせる。あ、次のマップが出たわけね。全部黒で塗りつぶされちゃってるわけだ。それがこう今見えてきたと、うんうん、まあマップを見ながら進みましょうってことだね。これプレッシーで行くのかな、そしたら。だよね多分。出た。うおー、すごい、ものすごい速さです。プレッシー、プレッシー強いな。やべ、プレッシーはちょっとあまり曲がるのが得意ではありません。うわー、お、スイッチ発見。これ難しいやつなんだね多分ね。おっと、これ全部倒せってこと。うわ、もうこれはクッパに任せるしかない。やばい、どうなった、どうなったんだ。あ、あれ比較的イージーお、出ましたね。はい、プレッシー役立つね、うん、広いからね、うん、お、これだ。なんだこれ、何これ。あ、プレッシー、ただ飛ぶだけ。これ何。あ、あ、あ、こう行けと、こう進んで、はい、こう行って飛ぶと最後にあそこが出てくると。普通に普通じゃんあ、これこの間しかダメなんだ。頑張って。あ、そういうこと。急いで。いや、なかなかこれハードだね。だからってことはこれスピードアップしてちゃんとやっていかないと。10秒でスピードアップ。ちょっと待ってください。プレッシー頑張って。プレッシージャンプ。プレッシー3、2、1、ギリギリセーフ。ゴーゴーチクタクプレッシーやりました。プレッシー、プレッシー曲がるのが苦手です。あ、あ、なんでこれ。あ、悪い。え、ルイージじゃん。これでもさ、倒したらいいんだろうね多分、うん、おーおお、あ、大丈夫か。クッパは食らわないのか、うん、強いね。え、いや強いじゃん。え、クッパ大活躍です。コクッパまだまだあるな、黒いとこがいっぱい。あれ、なんかクモさんいる。あれ、クモがいるぞ、あそこに。なんだ、クモは何なんだ、あれ。おっ、あ、空に来たよ。行こう。おお、すごい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 。あ、スターでずっと行こうと。あ、あ、え、なんか全部倒さないといけないのか、もしかして。そういうことかもしれないね。だからスターなのか。全部倒さないと多分ダメなんだこれ。よし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 。よし、そういうことね
よし、ゲット。10個取ったね。うんうん。でもまだだ。まだまだだよ。今プレイポンちゃんに変わりました。いけないじゃん。うん、ここはいけないね。おお。どうやって下に降りればいいんだろう。あ。は？う？中ボス的なやつだなこれ。よし行くぞ。ほらー。頑張れ。多分これ踏むしかないのかもね。あ、普通に倒せんだ。うまい。お、気をつけて。避けながら。ほらー。コクッパに任しとけ。よし、そうだね、はいはいはい。あ、透明になったぞ、透明になったぞ。うー、怖い。あー、でもよく見ると見えるね。あ、弱い。倒した。よし、よし、やりました、やりました。さあ、あ、いいじゃん。猫ブンブン。猫ブンブンです。お、ん？ああ、新しいところが、あ、ウサギがいたよ今。よっしゃ。ウサギだ。じゃあウサギ行くか。あ、やばい、クッパの音がしてきてる。クッパの怒ってきてる音がしてます。あー、ウサギ、あ、プレッシーじゃないと捕まんないかもね、あれは。やばい、嵐が来ております。待って待って。はい、ウサギを捕まえたら多分1個出るだろうね、社員。あー、おっと、間に合わず。怒るんだ。すぐ怒ります。今回のクッパは厄介です。また隕石降ってくるから気をつけて、赤いとこ。怒ってね。あ、もう怒りすぎね。はい、気をつけてプレッシー。待って待って待って、はい、ウサギを捕まえて。どうやって捕まえるのこれ。あ、潜ると早い。お、潜ると早いんだ。おお、本領発揮。プレッシー、お、早い。プレッシー早い。プレッシー惜しい。プレッシー頑張って。しかもいろいろ激しい、いろいろ激しいです。いろいろなことが起きて、いろいろなことが起きております。この世界ではプレッシーは曲がれません。なんで。プレッシーは早すぎて曲がれません。やばいやばい、クッパってこ来ちゃってる、クッパってこ来ちゃってる。ちょっと、いや、ウサギ捕まえてまいあー、プレッシー、あー、プレッシー。ウサギどこ行った。ウサギはどっかに行った。ウサギいない。ウサギを見失いました。プレッシーの暴走により。もういいや、ウサギは、もういいや、もうウサギはどうもいいけどさ。あ、それあるじゃん、普通に。あったあったあった。それを取ろう、とにかく早く1個でも取んないで、あの人。あ、あ、え、なになに、あ、いけない。近くて遠い。なんで上からじゃないといけないとかなのかな。ちょっと、なんかそんな感じだね、多分。なんでこれ参ったね。あ、あ、戻っていくかもしれない。今の多分ね、どっか上からじゃないといけないんじゃないか。あれ違うとこ来たよ、プロペラ取りで。これさ、踏んだら飛ぶんじゃない。あー、そういうことか。あ、あ、ヘリコプター。あ、ピー長押しで飛ぶ。おー、ピー長押しで飛ぶ。不思議な、不思議な。あ、なんかいろいろすごい。あれ？あ、怒ってる。あ、怒ってます。早く早く、ちょっと待って。猫のが早くない。猫のが早くないか。あ、でもこれじゃないといけないんだよ、多分。滑って。これに乗るには、ちょっと待って。はい、行きます。よいしょ。頑張れ。あー、ほら、ブロック、ちょっと待って、クッパ。ちょっと怒んないで。キャッ。あー、怒っております。ないんだよ、ほらほらほら。まずいです。なんか土管があるよ。土管がある、土管がある。ちょっと待って。あ、なんか、あー、危ない。あ、これ倒れてるじゃん。土管に入った方がいいのかな、これ。土管入ってみようか。うん、もう怖いから。よし、ちょ、一旦逃げましょう。うん。お、まさかの、まさかの下に戻るだけ。どういうこと。ほら、なんか危ない。なに、これもう一回上行けばいいの。コインないよ。なんもないよ。猫、なんなの、これも。この雪だるま、なんなの。これでも怪しいね、一番上だからね。おお、やばい。ちょっと待って、ちょっと待って、まずいぞこれ。あ、やばい。ああ、間に合わず。ふう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 。あ、コインがやばい。だいぶ消費。なんでこんなコインないの。コイン。あ、何も起きないんだけど。あ、まだあった。こっちだ。まだあった。オッケーオッケー。ちょっと待って。うん。ちょっと待ってね。これに乗って。難しい。これめちゃむずいね。
うわあ。また最初から。ああ。最初からだ。うわ、これ激ムズだわ。これ乗って飛びます。うわあ。危ねえ。危ねえ。ちょっと左に行ってもう一回。うわあ。で。くっそよし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 いいよあれを避けてああいいねこれ倒してくれるから助かるねあこれ安心していけますこれではいこれは大丈夫うわーちょっと滑る滑るクッパ頼むコクッパあ来てる来てるあ間違ったコクッパ相当役立ちますこれクッパ無敵なんだよね、基本ね。なぜかね。なぜか無敵です。それはやっぱりクッパの子供が強い。ブリーンってもうデフォルトで飛べるからいいよ。おお、だいぶ上がってきた。もう絶対落ちられないぞこれは。もう、うわあむずー。これはそんな飛ばなくていいんじゃない？そうかそうか。飛ぶか。はい、行きます、はい、やばい時にこの辺で飛ぶとちょっと、はい、ちょっと飛べばいいんだねはい、影見て上行って、今度上上上ちょっと待ってねうん、もう一回もう一回ブーンうまいタイミングならないなはいブーンおー、来たよしよしよしオーケーえ、これどうすんの一回降りるってことビューンファンかなそんなまさか難しいことあるビュンフン？これできるかな？あ、やばい、怒ってきてる。まずい、ちょっと待って、オッケーオッケー、行きますよ。そうですおいし、いけたいけたよ。よし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 。はいはいはい、オッケーオッケー、ちょっと待って、クッパが怒る前に、はい、頑張る頑張る。ここら辺まで来るからね。うわー、クッパ来ない。うわー。倒しとく倒しとく。ちょっと倒してくれ。やばい、クッパ。あーもうこれはこれは怒りますね間違いなくあーあかんねこれあかんねあー怒ってます怒ってますはい怒ってる怒ってるちょっと待ってねはいはいそれちょっと倒しといてもらってもうクッパはもうここは気づかないんじゃないかきっとやばい気づいてる目の前やばい目の前です目の前ですちょっと今動かないあやばい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 どうなった倒したあと一匹残ってるあと一匹残ってるこうクッパ頑張ってますちょっと待ってねはいはい見えないねどこ行っちゃったかな倒したおお素晴らしいこれクッパ沈まるかもね待ってればうん大丈夫な気がするこれ冷静に行きたいもうほんなんねしょうがないんですよどこにいるの前うわーあ危ない危ない怖いよあ帰る帰る帰ってく帰ってく大丈夫大丈夫よし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 これ何なんだ大丈夫だ大丈夫です威嚇してってるか意外と冷静に待ってると帰ってきますはいはい危ないオッケー戻って戻って。ふわ。飛んで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 。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。上になって上になって。そして。おお。いけてる意外といけてる意外といけてる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 。ジャンプ。よし。いけた。いけた。ああ。危ない。これは難しすぎる。激ムズです。途中でクッパに気づかれ危なかったよめちゃくちゃむずいじゃんここ地面でこれあこれはやばいよネッシーゾーンが出たよしゃプレッシー行くか冷静によ明るくなりましたあいいよさっきよりいいよ見やすい見やすいよはい、いいよ、プレッシー、頑張って、はい、プレッシー、オッケーカゴの鍵を探せだってあ、あった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 ほら、鍵これを持って戻るさっきのとこまでさっきのとこまで戻んなきゃ、よしおおこういうことかよし来ましたやったよしどこか、灯台が戻る、あお来た
来ました、来ました。回して登ってく。ああそういうことか。私できる。これで回した状態で急いで登ると。タカ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 タ。はいはい、よー。結構簡単だった。できたできた。はい、15個集めました。あ、きゃ、戦うやつだ。これ戦うやつじゃん。これ倒せるかな。また鳴らさなきゃ。またまた鳴らして戦うのね。正面からじゃないと登れない。よし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 、 OK。 来ました。さっきました。多分、あ、レベルアップしてる。ものすごく技がクッパやばい。あーやばい、ちょっと待って、すごい強くなってるんだけど。最初だいぶ弱かったんだよ多分ね。どうなったの。2000ですから。もう、あ、2000だ。あー痛い。あ、ただのでかいマリオになっちゃった。やばい。やれやれ、パンチ、ほら、パンチ、パンチとかないのかい。これパンチとかないんだよマリオは。いやー、なんかでっかいのにちっちゃいぞ。ちょっとなんかもう、あ、なんだあれ、ベル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 、はいはいはい、ベル何回でも取れた。あ、そういうこと。そういうことなんだ。あー、なるほど。うわー、危ない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 。ベルほらベルベル右です。ウィヒーウィヒー。あ、ベルあった、あったあった、ベルあった。やばい、間違えた。ウィヒー、あんまウィヒー重すぎて飛べないんだよ。ウィヒー全然飛ばねえんだこれ。急いで。ウィヒー、ウィヒー、間違えてる。ウィヒー、オッケー。慎重に。よーし、やばいやばい。あー来てる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 。やばい、来る。うわー、危ない。危ない、避けた。クッパジュニアは何をしたらいいの。クッパジュニアはもう、これはしょうがないの。もうこれは頑張れってことだね。頑張れか。ベルもあるわ、まだベル、ベル定期的に出てくるね。やばい、あー、これはまずい。おー、ものすごいな、おい。おりゃ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 。うーわ、おー、危ない、避けた避けた。よし、これこの時しかないんです。はい、せーの、ノー、はい、よいしょ。結構 HP 多いね、さっきより。うわものすごい勢いです。うわー、かける。ベル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 っていうのが弱い。ベルを打ってもないととにかくダメなんです。はい、避けてで、ジャンプして、はいはいはい、せーの、はい、おい、これショート、はい、オッケー。あれ、HP 最後一気に減るの。あー、そういうこと。あー、とりあえず帰るのかもね。なかなか、そうだね。やられて、ちょっとダメージを受けて、ショックを受けて帰ってきます。そうそうそう、はい。いや、まだ帰る。帰っていきました。なんで逃げるんだよ。いや、父ちゃんに言ってくれよ、もう。マリオの顔見て。マリオ怒ってるから、ね、お前が何とかしろって感じで。逃げるのうまいな、褒めてる場合じゃないんだよ。まあ、まだとにかく猫社員が必要。まだこれの繰り返しなんだろうね、基本的にね。おそらくそうだね、あの今社員が15個なんだけど、これがそうだ、ね、20個になるとこのベルが解放されると。そうなるとまた大きくなって、もう一度戦いましょうっていう、それを繰り返して最終的にクッパを元のクッパに戻しましょうというストーリーですね、これね。やって分かりましたけど。ということで今回はここまでにしたいと思います。また次回以降ですね、頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。 See you next time。輝きを秘め